背景となる経済物価情勢についてのご説明をお願いいたします。はい、本日の決定会合では長短金利操作、いわゆるイールドカーブコントロールの下でこれまでの金融市場調節方針を維持することを賛成多数で決定しました。すなわち短期金利について日本銀行当座預金のうち政策金利残高にマイナス 0.1% のマイナス金利を適用するとともに、長期金利については10年もの国債金利が 0% 程度で推移するよう長期国債の買い入れを行います。その際、長期金利は経済物価情勢等に応じて上下にある程度変動しうるものとし、買い入れ額については保有残高の増加額年間約80兆円をめどとしつつ弾力的な買い入れを実施します。また長期国債以外の資産の買い入れに関してはこれまでの買い入れ方針を継続することを全員一致で決定しました。 ETF および J リートの買い入れについては年間約6兆円、年間約900億円という保有残高の増加ペースを維持するとともに、資産価格のプレミアムへの働きかけを適切に行う観点から市場の状況に応じて買い入れ額は上下に変動しうるとしています。なお今回の決定会合では前回4月の会合において実施することとされた強力な金融緩和の継続に資する諸措置に関し、日本銀行適格担保の拡充および成長基盤強化支援資金供給の利便性向上に係る基本要領の改正等について決定しました。次に経済物価動向について説明します。我が国の景気の現状については、輸出生産面に海外経済の減速の影響が見られるものの、所得から支出への前向きの循環メカニズムが働く下で基調としては緩やかに拡大していると判断しました。やや詳しく申し上げますと、海外経済は減速の動きは見られますが、総じて見れば緩やかに成長しています。そうした下で輸出や鉱工業生産は弱めの動きとなっています。一方、企業収益や業況感は一部に弱めの動きが見られるものの、総じて良好な水準を維持しており、設備投資は増加傾向を続けています。個人消費は雇用・所得環境の着実な改善を背景に、振れを伴いながらも緩やかに増加しています。住宅投資は横ばい圏内で推移しています。公共投資も高めの水準を維持しつつ、横ばい圏内で推移しています。この間、労働需給は着実な引き締まりを続けています。また、金融環境については極めて緩和した状態にあります。先行きについては、我が国経済は当面、海外経済の減速の影響を受けるものの、基調としては緩やかな拡大を続けるとみられます。国内需要は極めて緩和的な金融環境や、政府支出による下支えなどを背景に、企業、家計の両部門において、所得から支出への前向きの循環メカニズムが持続する下で増加基調をたどると考えられます。輸出も当面弱めの動きとなるものの、海外経済が総じてみれば緩やかに成長していくことを背景に、基調としては緩やかに増加していくとみられます。物価面では生鮮食品を除く消費者物価の前年比は 0% 台後半となっています。予想物価上昇率は横ばい圏内で推移しています。先行きについては、消費者物価の前年比はマクロ的な需給ギャップがプラスの状態を続けることや、中長期的な予想物価上昇率が高まることなどを背景に 2% に向けて徐々に上昇率を高めていくと考えられます。リスク要因としては、米国のマクロ政策運営やそれが国際金融市場に及ぼす影響、保護主義的な動きの帰すうとその影響、それらも含めた中国をはじめとする新興国・資源国経済の動向、IT 関連財のグローバルな調整の進捗状況、英国の EU 離脱交渉の展開やその影響、地政学的リスクなどが挙げられます。こうした海外経済をめぐる下振れリスクは大きいとみられ、我が国の企業や家計のマインドに与える影響も注視していく必要があります。日本銀行は 2% の物価安定の目標の実現を目指し、これを安定的に持続するために必要な時点まで長短金利操作付き
量的質的金融緩和を継続します。マネタリーベースについては生鮮食品を除く消費者物価指数の前年比上昇率の実績値が安定的に 2% を超えるまで拡大方針を継続します。政策金利については海外経済の動向や消費税率引き上げの影響を含めた経済・物価の不確実性を踏まえ当分の間少なくとも2020年春頃まで現在の極めて低い長短金利の水準を維持することを想定しています。今後とも金融政策運営の観点から重視すべきリスクの点検を行うとともに経済・物価・金融情勢を踏まえ物価安定の目標に向けたモメンタムを維持するため必要な政策の調整を行います。以上です。発言をいたします。 2% の物価安定目標についてお尋ねしますが、先日の国会で安倍総理は、もうすでに完全雇用を目指すという意味においてはもう金融政策も目標を達成しているという答弁をされていて、その前も麻生大臣もですね、1% の目標にこだわる必要はないという趣旨の発言をさせておられます。でこうした発言から見ると政府側のその 2% の目標達成に向けた意思というのが薄れているようにも感じられるんですが、この日銀として、この達成に実現に時間がかかる下で、この目標の実質的な位置づけというのに変化がないのかどうか、改めて、ご見解をお願いいたします。この2% の物価安定の目標、これは2013年の1月に日銀の政策委員会で決定した目標ですけれども、これは第一に統計上のバイアス、それから第二に政策対応力の確保などを検討し考慮した上で、第三に今や 2% の物価安定の目標というのはグローバルスタンダードになってますので、それを目指すことが長い目で見た為替レートの安定にも資するといったようなことから、先ほど申し上げたように日本銀行政策委員会が自ら決定したものであります。物価の安定という日本銀行の使命を果たすためにはその実現を目指すことが必要と考えていることに変わりはありません。もちろん日本銀行もですね、これまで何度も申し上げてきた通りですね、単に物価だけが上がればよいと考えているわけではありません。企業収益や雇用の改善、賃金の増加とともに物価上昇率がこう緩やかに高まっていくという好循環が続いていく状況を作り出すということが物価安定の下での持続的な成長にとって重要というふうに認識をしております。こうした認識のもと、日本銀行としてはですね、引き続き現在の強力な金融緩和を粘り強く続けていくことが適当であるというふうに考えております。ありがとうございます。最後にもう一問お願いします。追加緩和の手段についてですが、FRB による利下げの観測も広がる中で、本日日本の長期金利はマイナス 0.17% まで一時下がり、そして為替も107円台半ばまで円高が進んでいます。でこうした中で、日銀として取り得る追加緩和についてなんですが、もう大規模緩和の導入から6年以上が経って金融機関の体力も低下している中、新たなその追加の措置に対する、体制というのは低下しているようにも思えるんですが、もうコストに照らしてベネフィットが大きい、そういう手段の余地というのは限られているようにも、見受けられるんですが、そのあたりのご見解を改めてお願いいたします。もちろんですね、日本銀行は従来からですね、政策の効果とともに、金融仲介機能とか、あるいは市場機能に及ぼす影響などにも考慮しながら、金融政策を運営してきております。でこうした点に関してですね、現状ですね、ご承知のように、金融機関は充実した資本基盤を備えておりますし、現時点では低金利環境の継続によって、金融仲介機能がですね、停滞方向に向かうといったリスクは大きくないというふうに判断しております。また国債や株式市場の機能度もですね、全体として維持されているというふうに考えておりまして、その一方で現在の長短金利操作付き量的質的金融緩和の枠組みというものは、この名目金利から予想物価上昇率を差し引いた、いわゆる実質金利を引き下げることによって
経済活動の改善に大きく寄与しているというふうに考えております。日本銀行はこれまでも政策のベネフィットとコストを比較考慮しながら、適切に対応してきておりますし、これからもそういった対応は可能であるというふうに考えております。この点は仮に将来 2% に向けたモメンタムが損なわれて追加緩和を検討するような場合も同様でありまして、これまで申し上げてきたとおりですね、追加緩和の手段としてはですね、短期政策金利の引き下げ、長期金利目標の引き下げ、資産買い入れの拡大、マネタリーベースの拡大ペースの加速などですね、さまざまな対応が考えられますけれども、日本銀行としてはこれらをこう組み合わせて対応していくことも含めてですね、その時々の状況に応じて適切な方法を検討していくということに変わりはありません。ありがとうございます。幹事から以上です。各社がお願いします。時事通信社の川村です。よろしくお願いします。今も出ましたけれども、アメリカのフェッドがですね、昨日の会合で、政策金利については維持をしましたが、将来の追加利下げについて示唆をするような発言をされました。また ECB もですね、利下げの検討を表明したわけでして、主要国の中央銀行でですね、緩和姿勢が強まってきたということが言えるんだろうと思います。一方で日銀はですね、今回の決定会合で金融政策について大規模緩和を維持したわけですけれども、今後ですね、実際に米欧が利下げに踏み切った場合、これにすいません、追随をしていくお考えはあるのか、あるいはですね、将来、近い将来、こういう緩和に向けた追加策を打つ必要性が増していると黒田総裁お考えなのかどうかお願いします。ご案内のとおりですね、日本銀行を含めてどの中央銀行もですね、自国の経済物価の安定を実現することを目的として、それぞれの置かれた状況に応じて最も適切な政策運営に努めているというふうに思っております。もちろん主要国のですね、金融政策運営が国際金融市場あるいは世界経済に影響を及ぼすという可能性は十分あるわけでして、その大きさはまたその時々の経済情勢とか市場環境によっても異なりうるというふうに思っております。日本銀行としてはこうした点も注意深く確認しながらですね、経済物価金融情勢を踏まえて毎回の金融政策決定会合において適切な金融政策運営を行っていく方針でありまして、その際ですね、物価安定の目標に向けたモメンタムが損なわれるような状況になればですね、躊躇なく追加緩和を検討していくことになるというふうに思っております。すみません、もう一点よろしいですか。長期金利がですね、本日マイナス 0.16% と低い2年10ヶ月ぶりの低水準をつけたわけなんですけれども、現在の金融調節方針ですと、プラスマイナス 0.1% の倍程度という表現を総裁されてましたが、このレンジを超えることは許容されうるのかお考えをお願いします。ご指摘のようにですね、金融市場調節方針に関して長期金利の水準については経済物価情勢に応じて 0% 程度から上下ある程度ですね、変動しうるということは申し上げているわけでして、その変動幅についてもですね、おおむねプラスマイナス 0.1% の倍程度というものを念頭に置いているということも申し上げたわけであります。ただこれはですね、そもそもこの金利のある程度の変動を強要しているということは金利形成の柔軟性を高めるということを通じて強力な金融緩和による市場機能への影響を軽減して現在の政策枠組みの持続性を強化することが狙いでありましてですね、何かこの金利変動の具体的な範囲を過度にですね厳格に捉える必要はありませんので、上限にその倍程度という申し上げている通りでありまして、ある程度弾力的にですね、
対応していくことは適当だというふうに考えております。はい、テレビ東京の大江と申します。はい、よろしくお願いします。先ほど の川村さんの質問にちょっと追加で質問させていただきたいんですけれども、世界経済の逆流、それから変調というのを ECB ですとか FRB が警戒している中でですね、こうした動きというのを実際決定会合でどんなふうに議論されたんでしょうか。またこの世界経済の変調を受けてですね、今日文言で新しく海外経済をめぐる下振れリスクは大きいと見られということも追加されているようにですね、日銀もそろそろこう追加緩和を検討せざるを得ない局面になってきているというふうに見ていらっしゃるんでしょうか。世界経済の動向についてですね、詳しく議論したことは事実ですけれども、具体的にどのような議論があったということはですね、それぞれ開示されるスケジュールが決まってますので、それでご覧になっていただきたいと思いますけれども、確かにですね、今回の公表文の中にですね、かなり従来よりも詳しくですね、世界経済のリスクを示していることはその通りでありまして、それは私どももですね、世界経済について下方リスクが強まっているということは認めているわけであります。で、具体的にかなり今回詳しくそれを述べるとともにですね、その何て言うんでしょうか、それに対する対応としてですね、今後ともこの金融政策運営の観点からこういった、重視すべきですね、リスクを十分点検してですね、経済物価金融情勢を踏まえて、物価安定の目標に向けたモメンタムを維持するため必要な政策の調整を行うというふうに申し上げているわけであります。ただその一方でですね、これは先日の G20 での議論でもそうでしたし、その際発表された IMF のですね、世界経済見通しでもそうですけれども、なんて言うんでしょうか、今年の後半から世界経済は成長を加速して来年にかけて加速していくというこのメインシナリオは変わってないわけでありますね。だからリスクが高まっているということは事実なんですけれども、何かそのメインシナリオが狂ってきてですね、世界経済が今の時点でこの成長が回復しないとかですね、さらにこの不況に陥る恐れがあるとか、そういうことではないというふうに考えております。なおですね、米国経済についてですね、フェッドが経済見通しを FOMC で、議論した後に公表してますけれども、よく見るとですね、米国の経済見通しはむしろ上方修正してるんですね、成長率について。ですから、世界最大の経済規模のアメリカ経済について、実はフェッドは成長見通し、ポツイチぐらいですけれども、むしろ経済成長の見通しを上げているということでありますし、また中国についてもですね、第一四半期の成長率は 6.4% という成長でしたし、次々には経済対策を打ってきてですね、底打ちしつつあるようにも見られますので。米国中国という世界第一第二の経済についてですね、今のところその先ほど申し上げたそのリスク、この公表文に書いてあるようなさまざまなリスクがあることは事実ですし、特にその保護主義のですね、帰すについては懸念をしているわけですけれども、そのメインシナリオは
依然として変わっていないと。ですからそのリスクに、まあ、十分配し注視していくと。で、日本についても仮にその物価安定目標の実現に向けて進んでいくモメンタムが損なわれるようなことがあればですね、躊躇なく追加緩和を検討するということであるというふうに思っております。あともう一点お願いします。はい、老後に2000万円必要だという問題が波紋を広げているわけなんですけれども、この老後不安というのが日本の消費にどのくらい影響を与えていると見ていらっしゃいますか。これはですね、なかなかよくその分からないわけでして、よくそのそういうふうに、まあ、言われることも事実ですしですね、その点についていろんな議論があることは事実なんですけども、他方でご承知のように現在の、まあ、公的年金はですね、十数年前にですね、改革をしてですね、その持続性が非常に高まっていると。でその上で、まあ、5年ごとの再計算でですね、きちんと公的年金が、まあ、支給されるような仕組みになってますので、何か今それが特にその不安が高まるとかそういう実態はないと思うんですね。なお2000万円のあの報告については私から何かコメントすることは差し控えたいと思います。はい、どうぞ。共同通信の井上といいます。はい、総裁冒頭から指摘されているように海外経済のリスクがある中でですね、はい、国内を目を向けると、10月に消費増税が待っているわけですけれども、前回の増税を振り返ると、景気減速のリスクは相応にあるかと思うんですが、次回会合以降ですね、その予防的先制的に、追加緩和を議論するような余地があるのか、そこら辺のお考えを教えてください。このまあ、先ほどから申し上げている通りですね、日本銀行は、まあ、我が国の景気の先行きについてですね、当面海外経済の減速の影響を受けるものの基調としては緩やかな拡大を続けるというふうに考えておりまして、こうしたこの中心的な見通しというのは予定通り消費税率が引き上げられるということを前提にして、作られている見通しであります。まあ、それと同時にですね、日本銀行としてはやはりその時々の、まあ、消費者マインドとか雇用所得環境によってですね、税率引き上げが経済に及ぼす影響は変化しうるということも指摘しておりましてですね、そうした点も含めて経済物価の不確実を踏まえて金融政策運営面では当分の間少なくとも2020年春頃まで現在の極めて低い長短金利の水準を維持するということを想定しています。まあ、少なくともですから2020年春よりずっと先までということもあり得るわけですけれども、いずれにせよですね、まあ消費税の引き上げそのものについてはですね、財政運営の問題ですので、具体的にコメントをするのは差し控えたいと思いますけれども、先ほど申し上げたように現在の日本銀行の経済見通しというのは10月にですね、予定通り消費税率が引き上げられるということを前提にして作られていると。その上で先ほど申し上げたように当面海外経済の減速の影響を受けるものの基調としては緩やかな拡大を続けるというふうに見ております。ただその上で先ほど申し上げたその消費者マインドとかなんかの影響というのはその時々で変わり得ますので、ですね、その点は十分注視していくということだと思います。もう一回だけ、ね、はい、すみません、はい、ちょっと話題が変わるんですけど、アメリカのフェイスブックがですね、2020年から新たな暗号資産を導入すると発表したんですが、円やドルの預金とか国債とかで裏付けしてですね、まあ、従来の仮想通貨と違って、まあ、価格の乱高下を防ぐというような特徴があるようなんですが、まあ、一方でマネロンの、懸念も出ていますけれども、現時点で総裁は
暗号資産はどのように評価されているでしょうか。まだ具体的にですね、どういうものになるのか聞いておりませんのでですね、そういったそのリブラっていうような暗号資産をですね発行するというプロジェクトがあるということは報道されているのを知ってますけれども、この内容についてまだですね、十分承知しておりませんので、まあ、具体的なコメントはちょっと差し控えたいと思いますが、やはりこの暗号資産というのは支払い決済手段として価値を本当に安定させることができるのかと、それから技術上の安全性安定性が確保されるのかと、それからご指摘のようなですねマネロン対策などですね、関連する初期規制への対応が十分なされるかといった面でですね、従来からまあいろんな議論があるところでありまして、まあ日本銀行としてはどのようなものであれですね、暗号資産が支払い決済手段として人々の信任を十分確保しうるのかと、それから決済金融システムにどのような影響を及ぼしうるのかといった点も含めてですね、内外の関係当局とも連携しながらですね、この動向については注意深く見ていきたいというふうに思っております、はい、総裁すいません、読売新聞広瀬と申します。株主総会のシーズンでありますので、ETF の買い入れと、まあ、議決権の関係についてちょっと伺いたいと思います。3月の記者会見ではですね、ETF を構成する株式については、スチュワードシップコードに基づいてですね、投資信託委託会社によって適切に議決権が行使されると考えるというようなお答えがあったかと思うんですけれども、もう一歩進めてですね、日銀が、事実上の大株主になっているような会社が今からあると思うんですけれども、その日銀がその議決権行使について、明確な方針を示さない、示していないということが、例えばその議決権の行使の空洞化ですとか、引いたコーポレートガバナンスの歪みみたいなところにつながるというような指摘が、かねてあるようなんですけれども、その点についてのご見解を伺えればと思います。あと重ねて ETF のポートフォリオは見ますと、金融機関の株式もですね、少なからずあると思うんですけれども、日銀考察を通じて監督の立場にあるという一方で、その金融の株式に関しましては、株価の上昇ということをですね、ある意味期待するような立場、2つの立場、ある意味相反するような立場にもあると思うんですけれども、その点についてどう考えか、あと以上の点を踏まえて、日銀の議決権の行使の指針というのをですね、今あると思うんですが、何かその変更していくような見直しをしていくようなお考えというのはあるのかどうか伺えればと思います。これは ETF というようなですね、株式市場全体を平均的に代表するようなものを買い入れるというのは株式市場に対するですね、個別の株等に対する影響をできるだけ、なくしてですね、株式市場全体のリスクプレミアムの上昇を防ぐという意味で行っているわけであります。そもそもこの ETF のようなそのいわゆるパッシブなですね、インデックス的な運用っていうのは米国その他でも非常に広く行われてまして、日本で最近広がってきてはいますけど、まだアメリカとか欧州のレベルには全然達してないと思いますけども、こういったものはそもそもですね、日銀が買おうと、あるいは一般の投資家が買おうとですね、それはあくまでもこのスチュワードシップコードで受け入れたような投資信託委託会社によって、議決権が行使されると、日本銀行であれ他の投資家であれですね、 ETF を購入した人は直接
実現を行使するということはしないと、この投資信託委託会社によって月額が行使されるというそういう、まあ、仕組みになっているわけですね。でそれはそういう形の、まあ、投資というものも株式市場全体にとってですね有益なものであるから、まあ、行われているんだと思います。でその上で先ほど申し上げたように日本銀行としては個別の株特定の株を買うというのではなくてあくまでも株式市場全体を平均的に代表するような形になるようにこの ETF というものを買ってますし特にそういったその代表性の最も高い ETF にそのシェアを移して行っているわけであります。その上でですね、そういったことを通じて日本銀行はどのくらい株式を保有しているかというと株式市場全体の 4.8% 程度にとどまっておりますのでそれが何かその株式の価格特に個別の株価に何か特別な影響を与えているということはないというふうに思っております。あくまでも株式を全体の機能が十分果たされるように株式を全体としてのリスクプレミアムの過度の上昇を防ぐという形で運用されているということでありましてそういったことが何かそのコーポレートガバナンスへ影響を悪影響を与えているというようなことはないというふうに思っております。したがいまして現在のような形で ETF を購入してスチュワードシップコードの受け入れを表明した投資信託委託会社によって適切に議決権が行使されるという扱いを変える必要はないというふうに思っております。またその ETF はそういうことで株式を全体をこう平均的に代表するような形になるように構成されているわけですしその中に金融機関の株も入っているとは思いますけれども何か金融機関の株を株価を引き上げようとかですねそういう意図があるわけでもありませんしそういうものにもなっていないと思いますので金融機関に対して取引先の金融機関に対してですね控訴を行っていることと何かその利益相反とかですねそういうことが起こるという可能性はないというふうに思っております。朝日新聞の寺西です。アメリカでそのトランプ大統領がパウエル議長に利下げを、求めたりですね、ヨーロッパでも南欧の政治家がもう一度 QE をやってくれみたいな声も出たりといわゆるその政治中央銀行の独立性に対して政治が介入してくるみたいなのがこう目立ってきているわけですけども、その総裁こういう今の政治の中央銀行に対する介入というのをどうご覧になっているのかというところとそれに絡みまして先ほど参議院選に増税ですね増税に絡んで個別にコメントされることはないということでしたが、政府としてですねこういうふうにリスクが顕在化する場合には機動的なマクロ経済政策を躊躇なく実行していく方針であるというのは安倍総理もおっしゃっているわけで、例えばその増税によって、政府が予算なりですね経済対策を打つとなった場合にはですね、日銀の方にもですね、合わせて緩和なりとか同じようになんか足並みを揃えてやっていってほしいというような声が、政治の方から高まる可能性もあるかと思うんですけどもそういう事態というのは想定されたり、考えられたりされていますか。まず前段のですねその欧米の状況について何か私から特別なことを申し上げるのは僭越だと思いますけれども、米国の場合もですね欧州の場合も、それぞれの中央銀行法によってですね中央銀行の独立性というのは担保されていると思いますし、
ECB の場合は確か条約でですね、それが担保されているというふうに思います。それからその、まあ、あの政府がですね、機動的なマクロ政策運営をするというのはこれはあの、骨太方針 の、 あの草案にですね、出てたと思いますけれども、あのそれ自体はまあ当然の話だと思いますし、あの何かそれが問題だとも思いませんし、またあのご指摘のようにですね、何かその、政府があの景気対策で歳出総額を増やすというようなことがあったときに、まあ、日本銀行として何か協力するかということですけれども、あのもちろんあの政府と中央銀行の間で、まあ、政策の協調を行うということはあの日本銀行法にも書いてありますしですね、何も問題ないと思うんですけども、あの現にですね、現在の実はそのイールドカーブコントロールというのはですね、仮に政府があの国債を増発して、その歳出を増やすというようなことをやったとした場合にもですね、イールドカーブコントロールの下で金利が上がらないようにしてますのでですね、まあ、インプリシットにそういう事態には協調的な行動が取られる形になっていると思いますけれども、まあ、あのいずれにせよですね、あの日本銀行としては常にですね、経済、物価、金融情勢、金融状況を踏まえてですね、まあ、適切なあの金融政策を運営していくという方針に変わりはないということであります。ブルームバーグニュースの藤岡と申します。2点あるんですが、まず1点目なんですが、あのイールドカーブ全体のフラット化についてなんですが、2016年の9月の総括検証でですね、日銀は過度なフラット化は広い意味での金融機能の持続性に対する不安感をもたらし、マインド面などを通じて経済キャラット上に悪影響を及ぼす可能性があるとあのしています。それでイールドカーブコントロールというのをあの導入したと思うんですが、今その時ぐらいにフラット化していて、もちろん要因は違うんですけれども、これについてこのどのようにその総裁まずお考えになっているか、何かすべき必要性を感じていらっしゃるかどうかお願いします。